それでは、お互いキープのようですね、はい、名前キープ加藤選手ちゃんと色も出そうかな。ちょっと島が青々出なかったかもしれないですけど、はい、はい、じゃあアナウンスとともに神決定戦始まりました。佐藤選手先行で山からスタートです。佐藤選手は黒1マナから鶴を接しフィーチャー出していきます。佐藤選手多いですね、はい、これブロッカーまた不一致だったら簡単に殺してしまうのでこのセッションを無効にできると。環境初期にペトル君に教えてもらったんですけど、はい、この環境のこの1マナ1、1はちょっと止められるクリーチャーが少なすぎて、はい、あんまり強くないっていう、まあ、まさに今そういう状態にはなってますね、まあ、見た目よりはそんなに強くない。緑とかにはすごく強いんですけど、はい、これ赤とかボロス系のデッキの2マナ剣は実は意外と止まらない、確かに先制攻撃を持つクリーチャーも結構います、ね、そうですね。あと青だとあの2マナ2、1で相手のクリーチャーのパワーを下げるやつとか。なるほど、そうですね、加藤選手は本当にかなり綺麗に仕上がってます、はい、マナも1、3と、まあ、ただゴブリンはタフネス3とブロックで、まあ、相打ちできてしまう。これ達人でブロックしていきましたね。そうですね、はい、まあ、コンバットトリックを使うか相打ちを受け入れるか、はい、ここはマイナス2、0、3、0、マイナス3ですね、はい、で情報2と。僕は GP 中ずっとマイナス2だと思ってましたけど GP が終わった後にあれ相手のパワーなんか異様に下がったぞってマジックオンラインで気づきました。まあ、ゴブリンもかなり加藤選手にとっては厄介なクリーチャー。そうですね、意外と止まらないんですよね。なのでまあたくさんのクリーチャーを相手にしてでも打ち取っていきたいというところですかね。加藤選手ちょっと手札的にしばらくのゴブリンが止まりそうにないので、はい、ここ青赤のドレイクと、まあ、これはもう青がないですよってサインじゃなかったらびっくりですよね。こんだけ効果類で2枚を。そうですね、2つとも青のカードということで、まあ、再活がついているモシャは比較的落としやすいかもしれないですけど、まあ、それでも普通に2回打ちたいスペルなので、はい、まあ、パッと見では今の時点では島がもう1枚ないと。加藤選手ディミアのフィルドモンでタップイン処理していきました。で佐藤選手2-1だけ殴っていくか。さあ、まあ現状飛行像とネズミが相打ちになって後続が通りやすくなるんだったらここで攻撃しとくのも大いにありですね。なるほど、まあ、飛行像はちょっと何か手を加えてあげない限りはパワーが低いのでこれと接種の相打ちだったら、はい、ただここはいきましたね、はい、1体でアタックしていきます。クリーチャーは手札には蒸気族。あ、なるほど、はい、佐藤選手あれですね、手札に直流があるのであの小型クリーチャーは比較的どうでもいいと、はい、なるほど、まあ、除去してりしてから、そうですね、パワー上げてアタックとやっていきたい感じですかね。まあ、直流がある限り相手のタフネスの低いクリーチャーってのは非常に価値が低いので、はい、ここで加藤選手レアのエトラータですね出していきました。攻撃するたび相手のクリーチャーを1体、まあ、除去できると。さらにブロックできない3号のクリーチャーということでかなり、まあ、佐藤選手としてはやりづらいんではないでしょうか。さあここでゴジェックの護衛出してここは一旦様子見と。こいつの、はい、いやこいつのいいところはやっぱりブロッカーとしても非常に強い、はい、硬い3号。確かにこういう場面だったらもうずっとブロッカーとして立たせておいてより強力なクリーチャーが出てきたときに、まあ、またはもっと自分の体勢が整ったときに攻撃に移る方がいいので、はい、まあ、タフネスも5もあって、まあ、3パワー3もあったら大体と相打ちでき、相打ちというか、まあ、打ち取れる、大体一方的に勝てるので、はい、今手札に打ち消し呪文も見えるので、はい、佐藤選手がワンアクションぐらいだったら余裕を持って返せるので、ここはそっちを置いて、多色のカードがディミアの偵察中のように見えますね。手札がちょっと4マナと2マナに分かれてるんで、まあ、このターンは相手の様子を見て一旦待って次のターンから2アクション取れるようになって、はい、しばらくして攻撃に移る感じになりそうですけどね、はい、まあ、ディミアはマナ取っていたら何かしてくるだろうと。そうですね、はい、大体考えますので、まあ、4マナ構えて
あ、5マナの除去もあるんですね。まあ、このウォジェクの護衛は除去っておいてもいいので、まあ、このターンマナを使い切るか、このターンマナを使い切って、まあ、次土地を積んだり、はい、次のアクションを積んだ方が、まあ、次からのアクションは楽ですけどね。土地を積むと2アクションは確定して、スペルを積んでも、まあ、2アクションは確定するので。なるほど、なるほど。さあ考えてますね、やはりここで除去するかどうか。アタックしていきます。して除去するとしたらオブジェクトの護衛。そうですね、それで、もう1枚除去を使って重宝も含めて、うん、さあアタックです。アタックで、はい、オブジェクトの護衛ですね、こちらを除去していきます。そしてヘトラータは1回相手のクリーチャーを除去するとデッキの中に戻るというカードになっています。これが4種類でしたっけ。4種類、3種類ですね。3種類やってなると勝利すると。さあここで、5マナ使って蒸気族を除去して重宝2と、まあ、重宝2なんで今戻ったエトラータも探しやすいと。さあ見ます。おっと、強い。今のはヨトバリと4マナ2ドロー、はい、ヨトバリの資料4マナ青青黒黒の33摂氏ジュゴンヘックスプルーフと4マナ22薬剤師のなんとかですね。薬剤師はまあちょっと落とすって選択肢もなくはないですね。ちょっと44って積むのは、はい、うん、まあ、積みそう。落ちた、はい、ここは2ドローは墓地に、まあ、こちら再活ついているので後でも使えると。微妙なところですけど、次のターン4マナ33出すのがほぼ確定してるんで、はい、その次のターンに4マナ2ドロー手札から打って2マナのアクションしてでも良さそうではありましたけどね。あと今インスタント手札インスタントで固まってるんで、はい、非常に構えやすいのは、ヨトバリ捕食者。あ、捕食者、失礼しました。ヨトバリの資料は確か全然違うカードです。青青青黒黒黒エロス、ギリード門審判のカードですね、あれは。はい、ここは、彦像と摂氏が相打ちして、さあ出てきました。ただこれもゴブリンと相打ちしたくないのではないでしょうか。はい、やはり通しましたね。そして4マナから出た時ワンドロンドレイク。あのゴブリン本当に結構止まらないんですよ ね、 そうね。2マナのくせにタフさんと相打ちしちゃう。お、しかし、お、何聞きました今。もうこいつはゴブリンも物ともしない。なんか名前が異様にかっこいいやつ。光を遮るもの。光を遮るもの。ここはブロッカーに回したいと思うんですけど、まあ、攻撃にはいかないですね、はい、ただまあ5マナ45出すかどうか、いつ動くかですね。アタックします。攻めていきます。ここで、うん、まあ、確かにこいつを突破するとなるとどうせコンバットトリックなので、しっかり下げれば、はい、5マナ4号能力はないですが、かなりサイズが大きいクリーチャーですね、まあ、これで地上が止まると、はい、加藤さんのペースになりますからね。一気に止まるかどうか。今の盤面ですとちょっと何か手を加えてあげないとあのクリーチャー除去できないので。お父さん直流と中心思想が手札にありそうですね。佐藤選手のデッキ5マナ5点とかバウンスがないんで、1枚だともう本当に現状だとほぼあのクリーチャー除去できない、光を遮るものは除去できない、はい、まあ、このあたりもリストを知ってるからこそのプレイかもしれないですね。なるほど。他にも選択肢はあった中で、まあ、光を遮るものを出していった。どっちかというと攻撃したのがそれかなと思いますね。リストを知らなくてあの5マナ5点が入ってるかもなっていうのを危惧するとちょっと三々ブロッカーに立たせた方が、はい、っていう判断もあったと思うんですけど、はい、除去されてしまうと回心大ダメージ食らってしまう。ただこの場だとデッキリスト知ってるからその危険性がないことを知ってるので、はい、まあ臆せず殴っていけるという感じですね。ドレイク殴るんですか、まあ、ドレイクは確定ですね、まあ、ただ地上がいけないのでちょっとライフレース的にはちょっと不利。圧倒的に不利です。はい、圧倒的に。
まあ、加藤選手もそんなに気軽に両方で攻撃に行けるような場面ではないので、はい、佐藤選手もこの段どう動くか。ユダニは急進思想と直流と電術師がもう一枚ですかね。そうですね、まあ、加藤選手としては地上がこれで止まるんだったらもう本当に飛行で 3-3 対 1-3 のダメージレースなんで、はい、望むところですね。あとは手札の呪文をインスタンタイミングでうまく使っていくだけなので、はい、急進思想でバンドロー打開策探していきます。引いたのは土地かな。さあドレイクアタックですね。ライフは13ですが、ここで多色を呪文を唱えるとカウンターが乗っていくので、これうまく成長していけば光を遮るものを4個くらいなので、はい、まあ、こうして加藤選手の地上がもう殴りづらいような状態になれば、加藤選手としてはもう三々にあまり殴ってほしくないとは思うんですけども、まあ、手札には対処手段は豊富にあるので、まあ、どう仕掛けていくかですね。まあ、やっぱりイゼットと対峙していると急激にダメージが増えたりブロッカーがどかされたりするんで、その慎重に効きすぎるのは逆に危険だったりもするので、はい、どう踏み込むかですね。相手のリストしてるのは本当にでかいですけどね。超音波攻撃でしたっけ、あの3マラのタップして2点がないとかを知ってるのはかなりのアドバンテージですが、はい、では次の佐藤さんのターンを考えてますね。佐藤さんどう来るか、このターン除去して攻撃もなくはない、まあ、地上はちょっと睨み合い続けそうですけどね。飛行だけで殴って、地上殴りにはちょっとお互いあまりうまくないですね。で、捕獲球行くかで、タップさせて、まあ、これで2体対応ちゃったら佐藤選手のクロックが一気になくなるので、はい、一番佐藤選手の勝ちが遠のくような。なるほど、やはり神と神のいいプレイングですね。こう佐藤選手は受けないとかなりライフが厳しくなってしまう、まあ、ただ7点盤面だけで7点なんで一応2パンで死んでしまう、はい、どっちにしろ次のターンはジャンプしなきゃいけないですよね。ここはダブルブロックでおそらく相打ちというところですね、はい、2対1交換してライフを3点減って、さあ現在佐藤さんちょっと厳しい状況が続いてます。あの資料も本当に止まらないですからね。飛行摂氏呪言除去も効かないのでやはり厄介ですね。この環境を始めた頃のシールドは本当にこいつだけで決まるゲームがあまりにも多くてアンコーンなのにこんな強くていいのって。そうですね、もう本当お互い除去コンみたいなのよく組んでて、はい、もう大体多くの人がそういうデッキだったんですけど、はい、そんな中でこいつがある方がほぼ勝つっていう佐藤選手追加のクロックを出したいところですがちょっと引いてないようですね。手札には直流と、あ、伝術師があるかな、伝術とギルドモンですかね、はい。さあただ当然3点と1点ではもう大きな差があるので、ここはまあ出していくとは思うんですけど、まあ、今のところがぜん加藤さんペースですね。はい、手札さんもかなり強そうに見えましたね。加藤選手もそうですね、さらに墓地に2ドローも控えているので、はい、先ほど戦術して落とした1枚ですね。佐藤選手としてはちょっと2組 Z ぐらい劇的なトップデッキが欲しいところですね。墓地に今再活のカードがありましたっけ。多分使った気がしますけど、ね、ありますかね。おそらくないはず。あ、あれですか、コピーするやつがありますね。あ、なるほど。ドレイクをコピーするっていうのはあまりやりたくないって思います。いや、やってもいいと思いますけどね。ゴブリンよりは今価値が高いと思うんで、はい、今2分 Z を引くのがもう最も手っ取り早い価値手段、はい、でゴブリンは追加することにあまり意味がないので、あ、再活スペル 2枚ともありそうですね。これやはり再活しても良さそうですけどね。はい、まずはドレイクアタックしていきますか。ドレイクアタックですね。ここでギルドモン捨てるかゴブリン捨てるか、でもアワーは欲しいの
思いますので、やはりニュービゼットにつなげるのであれば、うん、まあ、ただね、あ、ここ素出しですね、はい、耐えの姿勢、はい、まあ、まだライフには余裕が若干ありますので、難しいですね。僕はドローしちゃいそうでしたけどね、土地を捨てるなりなんなりで、お、加藤選手ここで悪やる妨害、カウンターを、ね、引き込みました。ただ泡はあるので、ちょっと今の出方ですとカウンターだけ構えるとしたらカウンターだけ、ただ他にもアクション取れるんだ、はい、相手のクリーチャーをタップする4マナのエンチャントとかもあるんで、はい、ここは加藤選手続けて殴っていくのか、まあ、殴りそうですけどね、止まるのか、まあ、手打ち強いんで止まるも全然ありえると思います。だ止まった時もちょっとアクションがか、4マナ25のカニ、はい、カニを出すか、まあ、カニ出すんだったら殴った方がいいですね、まあ、止まってのんびりするか、また佐藤選手が6マナ目をここで置いてきてやっぱ2部のプレッシャーとかあると思うんで、はい、加藤選手はあの致命的な訪問使っちゃったんで、もうデッキに多分2部への回答がないんですよね、はいはい、なのでそういうのも踏まえてできるだけ早めに決めたいと思うんですけど、まあ、2部が出てしまうと、そうですね、手札はすごく強いんですけど2部だけはちょっとどうしようもないので、さあこれ殴っていきます。ここも青マナが3つあると簡単なんですけどね、虫出してエンドでもいいですし、さあ佐藤選手引いたカードは青いカードのように見えますがカエルですかね、ちょっと見えませんでしたが、カウンター、あのあいつ、まあ、マスとかメイか分かんないですけど、まあ、あいつが場を離れるときはバウンスとかだと思うんで、おそらく増えようが増えまいが関係ないんじゃなかろうかと、ね、多色の呪文を耐えると1時間経って、そうですね、あの一番奥で寝ているやつですね、はい、さあここにアタックです。さあ3点取ってお互いライフが8対9と、さあゲームは佳境に入ってきたように見えます。佐藤選手続けて何かアクションを取ることができるでしょうか。加藤選手も眼識を見せてもうツードルしますみたいな、いやお互い多分あれですね、あの墓地の使えるカードを分かりやすく出しておこうと、佐藤選手も分かりやすく出してくれてるんで、はい、何もしなきゃツードルしそうですけどね、まあ、カウンターを構えてそのままカウンター構える必要もあまり、まあ、ちょっとどっかで動かないと、はい、ちょっとこのまま続けると不安は不安なので、はい、何かしら難しいですね。タップとか使っても良さそうですからね、まあ、全ては佐藤さんの動き次第、うん、ここでコピーを唱えると、まあ、当然ながらニュービゼットは持ってないですよっていう合図なので、はい、まあ、それを踏まえて打ち消しは使いそうですけどね。佐藤さんも2部を出してそのまま除去されるっていうのはちょっと解説よく、いや多分もうデッキリストもちゃんとお互い把握しているので、まあもう相手のデッキに2部を対処するカードがないっていうことも分かってる上で引いたらすぐ出すと思います、はい、加藤選手も、まあ、佐藤さん今持ってないだろうが、まあ、2部は持ってないだろうと、また佐藤選手も相手がカウンターデッキにいっぱい入ってるのを知ってるから、このメインで非常に動きづらいんだと思うんですよね。だからそのできるだけカウンターを使わせるんだったら2アクションして一つの呪文は通すように、うん、もうどう見てもやっぱり何かを構えてるようには見えるんで、はい、でただ一旦呪文一個唱えて打ち消しでも使わせるだけだと佐藤選手が損をするので、はい、加藤選手エンドに薬師の眼識しているのは、うん、ちょっと難しいですね。2マナ11が一番弱いんですけどカードとしては、はい、ただまあちょっとマナ域的には唱えやすいので、まあ、2アクションを取る上で、そうですね、次のターンここからアクションが増えないと、佐藤選手も結構機会を伺ってる感じは しますからね。もう隙を見せたら刈り取るぞとナイフを振る姿勢を見せています。佐藤選手としては手札の直流をうまく通して勝つみたいなプランは描いてそうですけどね。ここは2ドラ通します。引いたのは土地とバウンスですかね。はい、双方付きのバランスですかね。おっと概念の雨、ちょっと今ライフ的になかなか
打つんだったらちょっと何回か止まんなきゃいけなそうですけど、そう選手ここはあの6マナに伸ばしたので、しかも青マナ引いたのでカウンター構えつつ何かできそうではありますが、うん、一応虫を出して3-3で殴るとかなり佐藤選手に残された時間は少なくなりますが、他のプランだとあとはバウンスとかですかね。そう、全てを構えてエンドですね。バウンスとカウンターみたいな形を構えてエンド、それでも硬い気がするんですけど、佐藤選手やっぱ上手いんで動いてこないんですよね、カウンターを構えてるターンには。だから構え続けてると佐藤選手も動かずにずっと我慢して、いつか加藤選手が動かざるを得ない状況にちゃんとしてくるので、はい、結構相手が簡単持ってるなっていう時の動き方って結構難しいですね。そうですね、まあ、けど本当に基本的に定石としては動かない方が、はい、せめて何か1枚その後続は通せるように。さあここは加藤選手殴っていきました。佐藤選手の残りライフは5ということでかなり危険水域が来ています。さあここは偵察手出しましたね。まあ、一応盤面だけ見てるところで5点ありますからね、1回プラスするだけで足りてるので、はい、カウンター持ってますので次の何かアクションした時にカウンターをしてプラス1カウント乗せて、で次5点と、まあ、こうなると佐藤選手ももう動かざるを得ないので、さあ返しのターンが勝負どころですね。さあ佐藤選手のターン何を引くか、引いたのはとりあえず直流打ちましたね、まあ、ここはもう動かざるを得ないターンですかね。もう一枚ちょっと手札が何か気になりますけどね。ちょっと今角度的にカウンターにも見えるんですけど、カウンターなのか。ここははい、この直流はカウンターしてきました。あ、佐藤選手ちゃんと持ってますね。やる妨害ですかね、思ってそうに見えますね、はい、そして丸賢い隠蔽は墓地のカードを戻せてしまうので、先ほど使った除去などもどっちかというと追放の方がでかいですね。直流が追放されてしまうことの方がちょっと大きいので、追放じゃなかったら佐藤選手としてはそんなに食いつかなくてもいい呪文なんですけど、ちょっと直流が追放されてしまうと、はい、少しめんどくさいので、まあ、ここカウントされても墓地からもう一回打ちたいっていうプランが使えないんですよね、はい、追放されてしまうので。ちょっとマナ的にも動きづらそうですけどね。カウンターする方ががぜん動きとしては楽そうですけど。さあ佐藤選手どう動くでしょうか。カウンターするか通すかというところですが、うん、難しいな。 3.62絶妙ですね。6だと次のターン3点殴って残りが3で直流の再活でも足りてないんで、本当に絶妙な。多少カウンターしないとディミアの偵察中がそのまま生き残ってしまうと、そのままゲームが終わってしまうような、いや一応けどあのコピーでブロッカー1、3、2体用意するというプランもまあなくはないんですけど、まあこっちの方が素直ですね、はい、はい、カウンターしましたね。ここは直流を通しました。そして情報で見たカードは墓地に落としましたね今。さあそして2体アタックですね。でアタックして、うん、ライフは9が6に。いやマジで絶妙ですね。直流の再活合わせても1点足りない、はい、だ対する加藤選手は次のターンも確実に2アクション、もう2アクションは手札だけで確定しているので、はい、バウンス持ってますからね。バウンス、そうですね、相手の呪文に対してまた的確なスペルを持ってるので、このままだと加藤選手が押し切れそうですが、まあ、次は2部リゼット出ても、いや2部だとだいぶ話は変わりそう。バウンスしてもドレイクがいますか。いやドレイクをバウンスして殴るんですけど多分、うん、で、まあ、その代わり佐藤選手がドレイクと2部の能力で2ドローできるんで、そうすると佐藤選手が一気に逆転しそうですね、はい、ここはアタックしていきます。残りライフは2ということで
次のこのヨトバリの捕食者のダメージが通ってしまいますと加藤選手の勝利と。いや加藤選手は今のところ手札はもう盤石感出てますからね。カウンターとバウンスと、まあ、ツードローはちょっと打たないですから打てないですね、はい、あともう一枚何ですかね。今引いたのが夜の子ですね。夜の子はい反魂ということで、夜の子もまあ一応佐藤選手ライフが2っていう状態なんで、はい、出してもいいですけどね、まあ、ただ佐藤選手の次のターンがおおむねコピーは絡みそうなので、はい、コピーが絡むとすると打ち消し呪文とバウンスを構えてた方が硬そうに見える、はい、コピーがない状態だったら多分迷わず出して打ち消し呪文だけ構えてエンドすると思うんですけど、はい、まあ、コピーが見えてるんで、まあ、仮に佐藤選手のターンがコピーから始まった場合はまあ、ドレイクをおおむねコピーすると思うんで、はい、それをバウンスして出し直してきたドレイクを打ち消して勝利っていうプランが見えますね、はい、呼吸神思想開発を使って有効範囲引きに行きます。最後引いたのは土地と何か青いカードのように見えます。もう一枚急進思想ですかね。あ、なるほど。まあ、ただちょっと青マナの数の関係もあってドローにそんなに使ってる余裕がないですね、はい、コピーですかね。はい、さあコピーします。ドレイクをコピーしましたね。で、再活にはギルドも捨てました。うん、まあ、ここでバウンスが突き刺さり、ここでバウンスだと対象が不適正になりまして再活もできずと。とにかくもう一体ですね。あーっと、ここでカウンターを握っていたので、はい、佐藤選手1本目は投了ということで加藤選手1本取りました。いや、さすがに盤石でしたね。いや、素晴らしいですね、はい、途中は結構難しかったですけどね。やはりリミテッドシーン難しい盤面も難なく、難なくというか、まあ、きっちりさばきましたね。いや、佐藤選手は相当うまかったですかね。やっぱもう本当にもっとポン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 呪文唱えてもおかしくないんですけど、はい、加藤選手のカウンターがあるから、まあ、しかも微妙に加藤選手もその土地が5枚とかで止まってたんで、はい、何か行動して打ち消し呪文構えるみたいなのしづらかったんで、まあ、なので佐藤選手も我慢して、はい、さあ第2期リミテッド進出決定戦1本目は加藤選手が取りました。さあ決勝戦は佐藤玲選手のイゼット対加藤健介選手のアークロリミア。あ、3本選手か、はい、ここからは3本選手、ね、あ、だから今はあれですね、サイドボード見てないなと思ってサイドボード使えないんですね。あ、そうですね、3本目から使える、はい、3本目からもう本当に神決定戦と一緒と、まあ、プロツアーでも同じように3本目からですもんね。そうですね、サイドボードは。いや、上手い人同士のプレーをって感じです本当に。リミテッドで僕結構サイドボードも気になるんで、サイドボードもね2人がどういう風にするか気になりますけど、はい、やっぱリミテッドサイドボードができないぐらいしかカードが取れてないとその時点でかなり厳しいので、まあ、3、4枚ぐらいはサイドボード用のカードも取れてるとなおよし。ライフの計算とかはい大事です1点2点の差し合いみたいな。そうですね、あるので、佐藤さんも本当に最後に直流を絡めてまくるってライフ自体は負けてたんですけど、はい、直流を絡むと一気に逆転できるんで、まあ、その隙を本当にずっと伺ってたっていう。佐藤選手もね結構ライフ的にはそんなに微妙とか、まあまあ、多分ですけどやっぱり2部が入ってるからっていうのは判断に影響を及ぼしてたと思います、はい、その待てばずっと有利っていうわけではないので手札は絶対加藤選手の方が強かったんですけど、はい、早めに決めないと、まあ、その待てば待つほど佐藤選手にこのドラゴンを引くチャンスを上げてしまうことになるので、はい、さあ、第2期リミテッド進決定戦お互い7枚2ゲーム始まりました。まずは佐藤選手 EZ のギルドボーンでスタートですね。加藤選手下でエンドと。さあ2ターン目まではとりあえず何もアクションなしか。加藤選手は動きそうですか。スプライトがそうですね、はい、あと2マナ1さんもいましたね、ここ、はい、スプライト出して加藤選手は急進、急進思想でワンドローを進めていきます。
さまざま直流で速度に除去していきました。もうここまでは一進一退の攻防ですね、はい。スプライトとあのディミアの偵察者合わせるとなんか大変なことに。いやスプライトは結構単体でもすごいです。やっぱ片方だけドローの質が違いすぎるとゲームにならないんで、はい、なるほどなるほど。これはどこ2のクリーチャーですか。3マナ2、3とまた4マナ2ドローですかね。まあ、例によって4マナ2ドローは落としそうですが、はい、はい、落としていきました。もうテンプレみたいな感じですね。おさまは一応結構硬いですよね。そうですね、ブロッカーとして優秀なので、はい、しかし佐藤選手は素晴らしい。今スペルは2枚ですが、後半になればなるほどすごいパワー出てきますね。もう最近構築だとね、パワーはもう15とか普通にいってるぐらいで今楽みたいなキャントリップがついてる、信じられない。追放力も数えるのがかなり偉いですよ。そうですね、それも本当に全然関係ないかなと思ってたんですけど、うん、非常に重要な。もう再活取得みたいな。これ一応アタックしてきました。これ怪しさ満点アタックですよ。怪しさ満点ですけど、まあ環境になさそうな気はしますが、あるかな。まああの加藤選手からしたら殴り得なんで殴ってるんですけど、絶対理由がなかったとしても絶対殴るんですけど、まあ、どうせドレックブロックすることもないし、いやそうじゃなくてブロックされても死なないから本当に殴り得なんですよね。で佐藤選手は一応それに対して殴り得な加藤選手に対して本当にブロックした時に死なないか、ただのブラフじゃなくてっていうのを考えてますね。まあ1点ですけど、されど1点、相手がただのブラフだって読み切ったんだったらブロックした方がいいんで、はい、というわけでブロックしてきました。もうだから環境にあるカードを全部思い出しながら、はい、まあ多分ないと思います、多分はい、ここでリミアからの、これは闇刃の工作員、はい、今回何するカードなんでしょう。これは3マナ2、3で、あなたはこのターンに、重宝していた場合は接種がつきます、はい、で本体に通った場合はワンドローできると、うん、これももうリミアのキーカードと言えるぐらい強力なカードですね、はい、ダメージ取ったらワンドローってカード本当に強いですよね。あ、ゴルガリの分割、ありがとうございます、はい。まあ、デッキリストを知ってるんで多分それも含めて入ってなかっただろうという結論にたどり着いたと思われます、はい、そうですね、確かそれがありますね。黒1マナで対象のクリーチャーに接種とプラス1の修正を与える、はい、うわ強い、これはドレイクもう1体、しかもこれ模写もう1回使えるので、もう現状とんでもない 3、4飛行2体模写も本当にすごいカードですね。打たれるとうわーっていつも思う単体では何もしないんですが、やはりいいクリーチャー持っているとフレーバーテキストもすごいですね。我が最高傑作、それは私だすごい、本当にイゼットでイゼット感あるフレーバーですねさあドレイク2体に対して加藤選手どう受けていくでしょうか。接種はなんか殴っていきそうな気もしますけど、殴れるんですけど、さすがにドレイク3体を前にこんな奴らで殴ってても絶対に勝てないんで、はい、まあ、まずは対処手段を探していっている感じでしょうか。ただドレイクは当然ながらそんな簡単には熟できない、はい、なんかワンドローぐらいやったらいいかなっていう感じですかね。うん、そうですね、まあ、やっぱドレイクで殴る方が圧倒的に早いですし、はい、まあ、佐藤選手もなんなら毎ターンドローしてますしね、ドレイクの追加のドローしているので、はい、まあ、次のターンもう一回模写してっていうことも全然ありますからね。2、3アタックはさあどうするか、まあ、ただ加藤選手ちょっと対処手段がなさそうなのも含めて、佐藤選手現状で手札が強いんだったらブロックするのもありえるかもしれない、まあ、基本的には通すと思いますけどね。お、止める、ブロックしそうですかね。次のターンの、ね、アクション次第ですが、カウンター持ってそうですかね佐藤選手。カウンター持ってたら多分悩まずテイクすると思うんですけどね。テイクしましたね、はい、行けました。カウンターではなさそうそこは行けて、ここはそのままエンドのような気がしますね。はい、エンドしました。これさっきバランス見てるんで、そうですね、ここには突っ込まないと思います。もしあがつと
はい、しゃくられてしまうので、うお強い、シルベの稲妻で、シルベの稲妻はやはり 2-3 に持っていきます。さあこれでパワー4に上がる、これで勝ち点、これ大きいですね。次の打死ぬっていうとんでもない、もう一回スペル唱えたらもう5は2点、まあもう基本的にこういう時は次の打死ぬと思って動かなきゃいけないんで、はい、非常に切羽詰まってますね。追加で5軸の護衛、はい、シンバ1体5、1体が除去されてしまっても護衛で殴り続けることができるんですかね。まあ、護衛自体はもう地上はちょっと突破するのは難しいんですけど、はい、シルベナーさんもう1回打てると再活ついてもう1回打ってしまうので、佐藤選手確かにデッキ強いですね。ちょっと1拍目見てると2分ミゼット以降がなかなか振るわないかなっていう印象を受けてたんですけど、全然そんなことないですね。2パック目が急進出走、2パック目の初手に急進出走で、3パック目の初手が模写ということで、さあドレイクが止まるか、ちょっと少なくとも1体は止まらないと、はい、さあここは佐藤選手4マナ、ですが今タップしましたがやめましたね。手札にスペルがあるという揺さぶりをかけても良さそうですが、加藤選手も除去を持っているだろうというふうには考えていると思うんですけど、こちらはイノシシ、おおすごい、これで護衛を強化すると共同ができるようになるんで、はい、そうなときに 2-0 修正ということで護衛が 5-3 になって、さらに、まあ、なのでこれで打ち消しがあるんだったら使ってねと、はい、今スペルがあと、おこれはお渋い、これでドレイク1体が、ね、はい、バウンスして、はい、1枚してると、あマナボスが最も大きいとなると、今あの4マナ3差が出るのでスタックでやってるんで、ドレイクの片方をやるしかないですね。まあ、イノシシが今出るスタックですね。そうですね、場にまだ出てないのでそれに対応してですと、トークン、トークンバウンスですね、あれは佐藤選手が選びます。これ普通にあの本体の方を選んだ方がもう一回ワンドルできていいんじゃないですか。そんなことないですか。ああ確かにそれも、確かにそれはそうかもしれない。はい。まあですがそのまま、確かにそれだと実質ドレイクが2匹残ってるようなものといえば、はい、まあ、ただこのターンコピーまでして手札をどうせ使い切るという判断はあるかもしれないです、ね、はい、なるほど。はい、これで、ドレイク2体、ここは何を引くでしょうか。はあ、ダメです、無理ですね、はい、ドレイク2体はドレイク、まあ、実質3体出てきたと。モシャも本当に強いですね、まあ、ドレイク以上にコピーして嬉しいクリーチャーこの世にいないんじゃないかっていうぐらい相性がいい。そうですね、なんかいるかな。本当に出るときワンドローが本当に強いですね。そうですね。さあ、第2期リミテッドシーン決定戦、まずですね、日本終わったところで1対1とお互い1本取った状態でサイドボードに入ります。第2期ユニテッドシーン決定戦の模様をお送りしております。挑戦者佐藤玲選手対ユニテッドシーン加藤健介選手の戦いを行っております。まあ、どうせあのターンコピーを打ち直すんだったらオリジナルが残ってる方がいいと思います。あの次にバンされた時とかがまた変わってくるんで、はいはいはい、もうこのターン絶対模写を使うんだったら手札がなくなっちゃうんで、はい、でトークンを戻した場合だとディスカードが一番多くなっちゃって模写が多分打てないんですよ、ね、あ、なるほどなるほど、まあ、なのでそこまでのアクションを確定させたいんだったら、まあ、あの長期的に見るんだったらいいんですけど、あのターン模写を打って絶対詰めるようにするんだったらそうしないといけないんで、トークンを戻し、あ、違う、本体を戻す方がいい。あんま変わんないか、手札がトークン戻して1枚で
まああんま変わんないが1枚残るかどうかぐらい、捨てたカードちょっとちゃんと見てなかったですけど、捨てたカードがどうでもいいんだったらそんなに変わらなかったかもしれないです。はい、例えば1本ずつ取っておりまして、これからサイドボードに入ります。お互いですねデッキ1と公開となっておりますので、相手何が入ってくるかというのを予想しながらサイドボードに入ってますね。結構やってるとサイドボードに取れる枚数って割と限られてると思うんですけど、そうですね、まあ、けど絶対押さえておきたいのはちょっとカウンター系はやっぱりメインにあんま入ってないんだったらぜひ押さえておきたいですけどね。やはり青、お互い青ですのでカウンターを最初に取っていることが多いですかね。お、すごい佐藤選手、僕、はい、最終最終って緑黒のすごい分割カード、はい、強いカードが出てて、でどっかで消えてたんですけど、どこで消えたのか気になってたんですけど、佐藤選手がヘイトしてるっていう、はい、あカットしてた、はい、すごい。これも6マナで打つともう爆弾レアです。環境のトップレアと言われてますけど、はい、どっちのモードも強いんですよね。はい、最終の方はですね6マナでやっぱクリーチャー1体にプラス1カード2個置いて、その後全体マイナス4修正。お、模写はトークンはコピーできない。それだと 100% 先のが正しい。あ、はい、そうですね。あ、そう、そういう能力がある。そうなんですかね。いや、わかんないです。僕とそこのテキストは知らなかったです。あ、けどトークンでもなせそうですけどね。自分のコントロールしているそうですね。自分のコントロールしているクリーチャーのみのような気がしますが。まあ、捨てたカードが大したことないんだったら関係なくて、一応バウンスとか後のうちのことを考えると本体がいる方がいい。それ以外は特に大きな差はないかなと思います。なんかあれなんですよね、トークンって最近ではないですけど4年前ぐらいの環境でなんかコピーを出すトークンはマナコストがゼロ、永遠か、最近ですね、永遠とかってトークンがゼロマナっていう能力だったんですけど、はい、それのせいで結構トークンってゼロマナっていうイメージがあるんですけど、まあ、コピーした場合はそうですね、コピー元のマナコストもしっかりコピーしてくれるので、はい、まあ、ちょっと前の関係になっちゃうんですけど、あのムネネズミいたじゃないですか、はい、テイロスのあい時のあれいつも実は2マナあいつのコピーも2マナで、 その時にあコピーあれマナコスト持つんだと、永遠がだからちょっと良くなかったですね、はい、いろいろな混乱を生んでる。さて最終です、もうあれですもんね、あの回収するのより結構、いやどっちも強いですマジで。まあ、基本的には6マナの方が強いんですけど、2マナの方も本当に2マナじゃダメだったんじゃないかと思うぐらい、いや本当に4マナぐらいでよかったよなと、もうさすがに PC も今固まってしまうぐらいのちょっと色がおかしくなってしまうぐらいの性能。まあ、あの新たな M 武器っていうカードありますけど、あれも2マナで1枚ですからね、まあ、何でも回収はできるんですけど、2マナで2枚アドファンで取れちゃうっていうすごいカードです。マナコストも適当ですから、ね、黒でも緑でもいい、分割マナコスト。さあ11、本来だとあと1本なんですが神決定戦なのでまだまだ先は長い、はい、はい、3本戦士となっております。加藤選手は青赤イゼット、加藤選手現リミテッド神は青黒ディミアのデッキとなっております。結構お互いやはりインスタントソサリーてか、まあ、インスタントが結構多いデッキですので何構えているかっていうのも結構考えるのが大変ですよね。まあ、佐藤選手としてはやっぱりもうできるだけ加藤選手が構えられないぐらい押したいですけどね、まあ、はい、攻めていくタイプのデッキが佐藤選手ですね。はい、というわけでさあ3本目加藤選手先行です。結構勢いよくドローしてますね、バンバン。初動は佐藤選手のゴブリン、もう1本目かなりダメージを刻んでくれた、はい、さあ対する加藤選手もいい動きですね、はい、重宝するたび接しとダメージ取るとワンドロー、まあ、しばらくこの2体は睨み合いになりそうですが、はい、続いて佐藤選手小柄な竜走者を出していきました。加藤選手もゴブリン除去ると結構美味しいかなと思うんですけど、いや接種が結局つかないといけないので、はい、さあここで加藤選手さあレアカードエトラタ出していきました。4マナ3号先ほどのゴジェクの護衛を追放していったカードですね。追放していたレアカード、まあ、今回もあの飛行のクリーチャーを追放するだけでも十分な
活躍と言えますね。佐藤選手が対する、アーティファクトクリーチャー出たとき1チカンタが3つ乗って多色のカードを備えるとプラス1カンタが増えていくというカードですね。さあ加藤選手は土地が引けると地上は止まりそうなので、はい、そうです、先ほど見せていた5マナ4号、そうですね、光を遮るもの、めちゃくちゃ名前かっこいいですよ何度でも言いますけど光を遮るもの、まあ、能力は持っていないのですが名前がかっこいいとてもバニラに与える名前だとは思えない加藤選手、まあ、ここはエトラータ殴っていくと思いますが、まあ、エトラータ、いや、まあ、何を展開するか悩んでるんですけど、エトラータ殴って飛行追放して地上は4号が一番自然に見えますが、はい、まあ、一応除去を打って、あの左の闇刃の工作員に能力をつけて殴ったりっていうのも考えてるのかもしれないですね。なるほど、なるほど。さあ、まあ、調光してますね。まあ、そうすると盤面がすごく綺麗になりますね。佐藤選手も絶対打ちしてくれるんで、佐藤選手のクリーチャー全滅、加藤選手のクリーチャーも全滅っていう、もう本当にまっさらな場になります。さあ、無意外とプラン、うん、まあ、ただ一応2部ミゼットのことまで考えると除去は温存しておいた方が、エトラーザと除去をここで両方使ってしまうと2部が出てきたときに、はい、加藤選手もそんなに早く攻めきれるわけではないので、はい、ちょっと手を焼きそうかなと思うので、まあ、デッキスト見てるだけあって、まあ、エトラートアタック4号追加が一番素直に見えますね。はい、ここはエトラートのみで大きい方、炭酸のトランプの方追放していきました。まだ流走者なんとかなるという判断でしょうか。まあ、佐藤選手はそんなにもうメインで呪文を唱えて唱えてアタックとかだったらまあ問題ないだろうと。またあれですね、手札に一応コウモリがいたんで相打ちでも対処できると、はい、ここで5マナー4号、まあ、ちょっとこの4号で殴りに行こうかなって感じなんですかね、はい、この地上をどけたことで、まあ、佐藤さんの方もこれを単体で、除去するようなカードだったり受けられるようなカードは今のところないで、デッキに入ってないです、はい、1本目とそこは変わらないので、なのでちょっとこいつを除去するには工夫が必要なので、まあ、2枚カードを使ってしまったりとかですかね。まあ、加藤選手がマナが起きている状態で確実な一撃とかでブロックはしたくないので、はい、まあ、非常に止めづらい、はい、佐藤選手4マナ3ドレイクですね。パラドン優勝者のアタックです。1点ずつ刻んでいって、加藤選手はライフ18、佐藤選手17と、ここは4号アタックしそうですかね。そうですね、4号しばいて、飛行のクリーチャーを出して多色のパワーが上がる方を止めてみたいな、はいはい、手札結構強そうに見えます、うん、まあ、ただちょっと関係ないというか盤面にあんまり影響を及ぼさないカードが多いので、はい、この段除去を打って強気に攻めるプランもありですね。5マナ2、3マナ2、3に接種とかをつけて、なるほど、ちょっと強気すぎる気もしますけど、まあ、先ほど言ったように2ミニゼットのために、そうですね、まで考えるとちょっと我慢しといた方が、はい、まあ、光を遮るもの4点アタックです。まあ、ただ2部まで考えるとちょっとこの後の展開は相当きついですけど、何を展開しても1体は絶対死んじゃうんで、はい、そうですね、デッキリスト公開されているのでニューミゼットは加藤さん知ってる状態ですね。さあ、そして2体展開、ディミアの偵察中と3マナの何マナ2マナ1、3です、ね、2マナ1、3、はい、引き換の達人ですね、はい、加藤さんがかなり攻撃的っていうのはやっぱりニューミゼットは影響してるとは思います。まあ、引かれる前にゲームを決めたいと、ね、まあ、一応今は除去はできるんですけどやっぱり損はしてしまうので場がイーブンぐらいの状態出せると佐藤選手が画前有利になるので、先ほど2ゲーム目のそのような展開をしていって、まあ、勝利を収めてます。さあ、しかし佐藤選手も相当手札強いですね。持っているのが打ち消し呪文彦像直流4マナ33、まあ、4マナ4号さえどけてしまえばみたいな、はい、ただデッキ的になかなかあいつが止められないんで、
ここはなかなかアタック難しいところですね。まあ、加藤さんの4マナ3差をどけたっていうのはこういう判断もあったかもしれないですね。4マナ4号がやっぱデッキ的に止めづらいんで、はい、あいつはあそこでどけておくとその後しばらく4号が通るだろうと、はいはいはい、そこまで見越してあのプレーだったのかもしれないですね。佐藤選手今ブロックで4号をやろうとするとあのさっき言ったみたいにマナを構えた状態の加藤選手に対して仕掛けなきゃいけないんで、はい、まあ、その後なんかインスタントなので、そうですね、割り込まれると損をしてしまうの で、はい、で加藤選手は今追加した引き換えの達人もあるのでこの後圧力をかけることには困らなそうなので、まあ、何か困ったクリーチャーが出てきたら、まあ、ブロックされないをつけて、まあ、もう出てこなかったとしても次のターンからつけてつけてで黒子刻んでいってもいいですし、で佐藤選手が今は本当にアクションが必要な状態なので、なるほどなるほど。さあ、ここで直流をデミアン偵察手に投げた、打ってきました。これは飛行で殴っていくプランでしょうか。いやーただ本当に相当返しが痛いので、佐藤選手の方はやっぱり呪文を唱え続けないと縮んでしまうクロックなので、はい、ちょっとこれを続けるのはなかなか難しいですが、さあ今小柄な流走者は 3-3 の状態。そう、ただ5マナ5点が入ってないっていうのを加藤選手は知ってるんですよね。で佐藤選手は本当に1枚であの5マナ4号を除去できるカードみたいなのはデッキに入ってないです。ニューは入っているが、まあ、こいつを除去1枚除去することはないだろうと、それも知っていると。さあ佐藤選手飛行2体をアタックしそうな構えをしていますが、どうでしょうか。コイルインもアタックしていくってことあるんですかね。どっちかというと 1-3 だけ残してっていうのを考えてるのかなと思いますけど、ね、あ、なるほど。 1-3 飛行だけ残してゴブリンと流走者でアタックしたい。ゴブリンと 1-3 の交換は多分今嬉しいと思うんですけどね。あ、まあ、通された時にどうするか、あの 1-3 は結構将来的にガンになりそうなんで、ここで交換できるんだったら佐藤選手としてはしてもらった方が嬉しそうですけどね、はいはい、もうさ、全部いきますかね。悩ましいですね。一応加藤さんのアクションがなかった場合は 2-3 がタダで止まる 1-3 なんで、 1-3 飛行は、はい、まあ、個人的に上の2匹は確定で殴りますけど 1-3 が行くかどうかですね。ゴブリンと流走者はアタックすると、そう、そこまでは確定で、で 1-3 はまあ行かない方が良さそうですけどね。手札に打ち消し呪文もあるんで、はい、加藤選手が、長砲を使って強化してくるような展開は、まあ、基本的には許さずに動けそうなので、まあ、ちょっと 1-4 とか微妙な長砲だと通さざるを得ないですけど、はい、13、6点。さあここ2体、お、全部来ました。3体来ました、はい、3点、2点、1点ということで、まあ、通れば6点ダメージ。うん、どうですかね。ここは全部でいった方が加藤選手が 1-3 で止めてくれやすいという判断もあるかな。多分止めてほしいと思うんですよ、あの 1-3、はい、やはりブロックされないをつけてくるのが将来的にかなりガンなんで、はい、ここはできれば止めてほしいという目論みじゃないかなと思います。なるほど、止めそうか。手が伸びているが計算中です。加藤選手長砲が少ないんだったら 2-3 で止めるのも一つの手ですけどね。どっちかっていうと今は単純に長砲1回程度だったら 1-3 の方が価値が高いと思うんで、はいはい、僕が止めるとしたら 2-3 で止めるかなと思います。あ、1-3止めましたね、うん、さあこれで相打ちをして4点。これは佐藤さんの思い描いた、そうですね、あいつが死んだってのはすごく。さあそして第2メインフェーズで彦像を出して3周です。まあ、4-5は甘んじて受けるが飛行でどんどん攻めていけるという感じのプランになってきました。これだとちょっとやっぱ佐藤選手が楽になった気はしますね。 4-5 もう最悪チャンプでもいいんで、はい、まあ、ダメージレース的には、まあ、かなりいい感じに持っていけたと。そうですね、ダメージレース佐藤選手のみ止まってない飛行クリーチャーを出している状態なんで、はい、5マナ、しかしここでダメージレース狂いの、はい、さあここで情報を加えたので高速には接種とダメージ取った時にワンドローがつきました。さあ情報悩んでますね。パッと見土地土地に見えたの落としそうですけどね。
から6マナ目が欲しいってことを考えられそうですかね。いや、デッキ的に6マナ目はほぼいらないはず。特に今2アクションとかそういう絡みはなさそうですからね、はい、土地土地ですね、はい。まあ、上に置くかどうか6マナ目欲しいかどうか選んでましたが、ここはいらず見てアタックしていきます。まあ、ここは佐藤選手の墓地に直流があったのが逆に良かったかもしれないですね。加藤選手、はい、直流が見えてない状態だとクリジャーを出して相打ちみたいなプランを選ぶ可能性もあったんですけど、直流が墓地にあるのでそのプランは選びようがなかったと、はい。さあ、ここで6点入って佐藤選手のライフは7。ちょっと佐藤選手としてはクロックが縮んでしまったのが、はい、ゴジェフの護衛を出していきます。そうそう、4号の4点がかなりきついライフになってきました。そうですね、もう佐藤選手としてはこの他全員でブロックも見えているというか、まあ、そのために多分残したと思うんですけど、はい。おお、これは最強のドロー。概念の雨、ね、いや違います、ヨトバリの、あ、ヨトバリ、あ、ヨトバリです。ヨトバリの捕食者、捕食者かなり最強クラスのドローですね。さあ、加藤さんの盤面には4号のバニラと2、3、重宝したときに接種と戦闘ダメージを与えるときに1枚引くという効果。佐藤選手の盤面は4マナ1、3飛行と1、3トランプルの呪文を唱えるたびに、インスタンス素材を唱えるたびにプラス1。あれですね、佐藤選手もしっかり3マナ起こしてるんですね。はい、あ、これ直流がもう一回出る、あ、いや、カウンターを打ち消し呪文を今手札に構えてる、多分持ってたと思うんで。いや、本当にどちらもちゃんと相手に楽をさせないという。いや、2人ともやはりうまいプレイヤーということで、やっぱ呪文の使い方がすごくうまいと思うんですね。こうやってちゃんと望んだターンに打ち消し呪文も構えてエンドできてるんで、はい、適当に唱えてると、まあ、このターンもっと動かなきゃいけなかったり。さあ、で、佐藤選手はもう打ち消しも構えてるんで、このターンは4号打ち取るつもりだったら全員でブロックが気軽に行いやすいと、はい。さあ、加藤選手も、まあ、全体ブロックしてくるかどうか、まあ、おおむね1、3ドレイクまで残してるんで、おおむねそうしてくるだろうと、まあ、その上で殴るかどうか、はい。ヨトバリが通るんだったら、まあ、我慢して起きてた方がいいと思うんですけど、このターンどう動くかですね。3マナ、あ、これは渋いですね。重宝ですかね。重宝です。これで重宝すると3マナ 2-3 を結構頑張って止めない限り2、ワンドローさせてしまうので2点とワンドローになっちゃうんで、これはかなり渋いですね、はい。佐藤選手としてもそんなに OK したくないけどカウンターするほどでもないので、うん、絶妙な一手ですね。3マナ 1-4 戦場にいた時に重宝に行うというクリーチャーですね。しかもブロッカーとしても結構強いっていう、うん、消しましたね。消しました。これ消さなかった場合もう2点を通してワンドローを許すか2体クリチャー差し出す、まあ、2体クリチャー差し出すは絶対ありえないんで、はい。まあ、ブロッカーが出てきつつなおかつワンドローを上げてしまうので、まあ、加藤選手ちょっと手札的にはテンポ的には悪いんですけど、まあまあまあここで貴重な打ち消し呪文を使わせたので、ここはまあ耐えの一旦という感じですね。まあ、もうほぼ目論見通りだったんじゃないですかね、うん。あ、カウンター引き出した、引き出して手札強いんで、はい。そしてイノシシでホジェクが、おお、しかしこれ一気に構成に入ってきました。ホジェクの護衛が5点とドレイクが共同で2点、7点、そう、7点ですね。かなり受けたくないアタックですが受けざるを得ないでしょうかね。飛行像か、はい。まあ、相打ちで良さそうですけどね。ちょっともう一回共同される方がしんどいと思うんで、はい、うん、後々きついですかね。まあ、止めてヨトバリを出して、はい、3-3以外を一回全部止まる状態にして、ブロックしそう、うん、した方が楽そうですけどね。はい、佐藤選手のイゼットも一瞬でライフを奪ってくる可能性もありますし、ライフを高く保っておきたいっていうのもありますね。
まあ、ちょっと盤面だけで見て、はい、もう一回強度が単純にきついかなっていう飛行が、はいはい、で加藤選手の、手札にある強いカードが3-3飛行なんで、まあ、ドレイクにもう一回強度されるのも結構で次のターン直流構えた状態で殴られるんで、はい、3-3もあんまりブロックしづらいんですよね、はい、ここはオジェクの声ブロックして相打ち取ってきました。でドレイクから2点をもらってライフは12、まあ、これで加藤選手がヨトバリから攻め始めるっていうのだと、はい、加藤選手が今のところ リードしてるかなと、はい、まあ、ヨトバリカウンターされたくないカードですもんね。 1-4に比べたら全然価値の高いカードに見えますし、まあ、ちょっと3パン必要なのでちょっと長いんですけど、はい、まあ、でもその分も出したターンは佐藤選手のほぼ全てのクリーチャー3-3以外のクリーチャー全部止めてるんで、さあヨトバリの捕食者を出してターン終了。加藤選手の場には 2-3 と 3-3 飛行摂氏呪言、本当に何でもついてます。いやだから本当に絶妙ですね。ライフが7っていうのが6ではない、うん、削りきれないっていう、ね、2回では佐藤選手どちらも土地のようですね。手札は2枚あってただ再活はあるので、いや本当にお互い絶妙なんですよ。佐藤選手もマジで 3-3 以外は殴れないし、これ3-3殴っていきそうですかね。 3-3 はもう殴るしかないですよ、はい、ここ止まってる場合ではないので 3-3 殴って、まあ、開始で、重宝されて接しがつくと辛いんですけど、まあ、ちょっと止まってる場合ではなさそうに、はい、一応 3-3 がまあ 2-3 と一番素直に相手ルクリーチャーではあるんですけど、ここからは職者に殴られ続ける未来が見えるので、まあ、3回殴られる前に何かをしないと、はい、そのまま負けてしまうので、まあ、どれでアタックするか再活を使うかどうか、まあ、殴れるのは 3-3 しかいないんで、はい、まあ、3-3 が殴るかどうかを考えてると思いますね。まあ、少しちょっと都合よく考えないと今劣勢なんで、はい、まあ、そうですね。手札は2枚とも土地で墓地に直流のみで、はい、相手は手札3枚さ、3-3アタックしてきました。これは受けましたね。やはり盤面の秒でしたね、はい、まあ、なる佐藤選手としては、はい、まあ、ちょっと加藤選手が情報はないとか近い将来2分ミゼットを引くとかそれぐらいはないといけないんで、加藤選手引いたの島ですかね、まあ、悪くないですね。このターン2アクションできるんで、それで島セットランド。このターン夜の子とコウモリって動くと、はい、4-3-1飛行って動くと相手の墓地の直流を使わせることができるんで、だけど使わないか。佐藤選手も 4-7-2-4 がいるからコウモリごときでは使わない。それだとすると夜のことを2ドローにして次のアクションを、もっと効果的なアクションを探しに行った方がいい。なるほど。ここは 3-3 も本当に絶妙なんですよね。佐藤選手のライフが7じゃなければ6以下だったら絶対殴るんですけど、はい、まあ、止まるっていうのも全然あり得る、まあ、ここアタックしたことによって突然死も、まあ、ワンチャンあるかもしれない。まあ、でも加藤選手としてはまあクリーチャー2匹並べて佐藤選手がより殴りづらくした方が簡単そうですけど、ね、それでヨトバリだけ殴り続ける状態にできた方が良さそうですけどね、はい、クリーチャーこのターン2台出すと佐藤選手が直流使うだけだったらまだ3-3止められるんで、はい、さあここは大事な場面ですので、はい、考えてますね。さあアタックしました。ヨトバリの捕食者4-9、かなり難しい状況になってますが、マナで夜の子、まあ、これを出すのは 100% ですね。この後どうするか、はい、まあ、出しますね。して出します。コウモリ出しました。これだと直流されてもそれでもなお佐藤選手ちょっと殴りづらいんで、はい、佐藤選手さてここで引いたのはゴーリーの伝術師ですかね。いや、このコウモリも 3-1、
まあ、このままだと、ちょっと4マナ2、4がいてアタッカーとしての機能は果たせないんで、佐藤選手がこのまま殴ってきたら3-3と素直に相打ちして、まあ、佐藤選手はだから殴るとしたら直利を使わざるを得ないと、はい、で直利を使って殴った場合は夜のことを兄さんがダブルブロックしてくるんで、はい、ちょっとどちらを殺すかも若干難しい、まあ、ほぼ兄さんを殺すんですけど、夜のこれ2点回復されるのすらちょっと鬱陶しい状態なので、まあ、ライフが開いてしまいますので、除去を使って殴ったあげく相手のライフが増えるという、なかなかに、うんうん、で交換的には2対2とかなんで、かなり渋い展開ですよね。ライフが10超えちゃうとちょっと、まあ、どっちにしろ本当に2ターン以内ぐらいで2分を引かないとちょっときついですね。与党はもうどうやっても止められないんで、2分があると強引にダメージレースで2分の能力で追いつけるかもしれないですけど、あとやはりライフは高く保っておきたいというか、ライフさあそんなにつけたくない。まあでも2分を次のターン引ければ逆転も見えてきそうですけどね。次のターン1回ヨトバリを止めて、その際に直流は墓地にあった方が、うん、あ違うか、2部を出したターン4の、うーん難しいですね。2部を引く前提だとしたらもう直流を墓地に置いとかないと逆に滑りが足りない可能性も、はい、でもここは直流打ちそうじゃないですか。3番のタップしてコウモリですかね、はい、ここはコウモリ打ちますね。でヒコゾパープと、ただヒコゾまあちょっと殴れない、まだ殴れないですよね、まあ、一応ブラフで殴れるといえば殴れますが大した陽動にもならない、はい、もう先ほどからずっとヨトバリが 2-4 をすり抜けて殴ってるんで、はい、シュアストライク確実な一撃は絶対持ってないんで、さっきまでは少なくとも持ってなくて、で佐藤選手が使うとしたら絶対飛行のヨトバリを殺すときに使いたいんで、はい、だとやっぱり飛行は殴れずに、あ殴りますかね、あもう計算せずに、ここは、うん、まあ、次の段絶対ブロックしなくて、はい、地上は止まってるんで、さあ次ですね、佐藤選手がここで髪を引けるか、加藤選手はエトラータ最強ニブミゼット出したとしてもこれはもうダメですね、ライフを持たないですね。それを返してアタックで除去されてしまう。さあここで、ヨトバリの捕食者アタックします。ライフは1、そしてエトラータ降臨、最強のドローでしたね。加藤選手引いたのは、あーっとこれは何も引かずと、ので投了いたしました。はい、第2期リミテッド新決定戦3本目は加藤健介選手、見事取っていきました。これでマッチポイント、神がマッチポイントに先に王手をかけました。いや今の深井もかなり熱いというか難しい試合でしたね。濃厚ですよね本当にお互い手なりのプレー全くないですからね。さあ4本目に向けてサイドボード中ですね。佐藤選手がおそらく先手を取るとは思うんですけども、あそこの1-4は本当にかなり渋かったですね。佐藤選手がまあカウンター持ってるだろうなとちゃんと読み切ってるようなプレーだったので、はい、普通本当嬉しくなってヨトバリポーンって出しちゃいそうですよね、はい、それもちょっとケアして、まあ、まずワンクッション置いてから、しかもちゃんと実際佐藤選手カウンター使ってますからね、それぐらい絶妙な一手だったと、はい、ノックアウトもされたくないし、勝負もされたくないというところでの佐藤選手もしかし殺気というかもう常に隙を見せたらやられるみたいなオーラが出てるから、はい、加藤選手もちょっと慎重に、いやペトル選手にも共通してるんですけど、はい、やっぱりなんかその盤面が弱そうでもデッキが弱そうでも、はい、もう絶対に普段と変わらないというか、そういうのはすごい大事だなと思いますね。デッキが弱いときってやっぱ弱いデッキ作っちゃったってちょっと気持ちが先に折れちゃうことはたくさんあるんですけど、そういうのが彼らは一切ないなと、まあ、弱いデッキだとしても隙を見たら、隙を見せたら、そうですね、まあ、でも常に全力を出して、まあ、佐藤選手この間の PT でデッキを得って言ってたの聞いた気もしますけどそれと試合になるとね雰囲気が変わるんで、
まあ、実際の試合では全力を持って勝ちに向かうと。さあ、ただいま第2期リミテッドシーン決定戦の模様をお送りしております。これがめちゃくちゃ面白いですね。ちょっとこの面白さ伝えられてるといいですけど、ラブイカンギルドっていうリミテッド、まあそうですね、このギルドもそうですし、リミテッドもそうですし、2人の試合も非常に面白いですね、はい、かなり熟練のプレイヤーが熟練のデッキ作り上げて、さらに最高のプレイしているというので、いや本当に、まあ、仮に自分が神になれたとして、はい、もうなんか容易に失敗デッキを作ってポンって負けちゃう未来とか見えちゃいますけど、もうね、はい、加藤さんも素晴らしいデッキを組み上げて、そうですね、3倍持った状態で臨むという形ですよね。いやでもデッキ良かったら本当一瞬で負けますからね、はい、3-0 してきてる相手とやるわけなんで、相手の方がデッキが強いので一瞬で負けるんですけど、はい、いや全然そんなこともなくて、はい、実はリミテッドシーンどのフォーマットかある、数あるフォーマットの中で一番防衛難しいのではという。そうですね、もう本当に相手は絶対 3-0 してきてるというデッキが強いことは確定していると、まあ、だからこそ本当に、ね、今までなかなか実現できなかったフォーマットでもあるんですけど、これを見てると本当に毎回楽しみだなと。そうですね、はい、面白い熱戦が続いております。さあ4本目始まろうとしています。佐藤玲選手リゼット対加藤健介選手青黒リミーヤの対決となっております。今加藤選手が2本先取しておりまして、防衛に王手をかけている状態となっております。ありがとうございます。ちょっとね、そろそろ終電も心配な時間になってましたが選手の方々はね、やはり終電という問題もありますが、決勝ラウンドからですね、まあ、3本やドラフトをやって、まあ、構築をして3回戦って今4ラウンド目みたいな。そうですね、もうこんなにちょっと時間かかるとは思ってませんでしたけどはい、そうですね、面白い試合ぜひお伝え、うまくお伝えできればと思っております。さあ、マリガンチェックですが、加藤選手ちょっと土地が足りてないように見えますね。そうですね、佐藤選手は多分キープしたのかな、はい、いや、いい試合ですね、本当になかなかプロツアーでもこんなにいい試合そうそうないんじゃないかっていう、はい、考えてますね。こっち1枚でキープでもしたくはないと思うんですけど、やっぱり、まあ、結構プレッシャーというか、この決勝ラウンドというか神決定戦のプレッシャーですかね、まあ、やっぱりこのクラスのプレイヤーがワンラウンドだってキープするとしたら、それなりのリターンがちゃんとある。あ、土地2枚ありますね、多分 沼が真ん中にあったような気がします。しました、島でエンドですね。カニマで上記族絶好のスタートですね、はい、どんどん大きくなっていくので早く対処しなきゃいけないカードでありますが、今ので四つ針のスプライト、こちらもいいスタートですね。あ、これけど本当に沼もないのか。うわ、しかしオジェクの護衛でこれかなり佐藤選手はもう100点のスタート、はい、次のターンには上級族さらに1個乗りますから6点ダメージ。あー、なるほどなるほど、はい、本当にワンランドだったら沼はなさそうですね。ただちょっと手札良かったようですね。ここで、バンスで上記族一旦戻します。ここですね、はい、これ上で、あ、これ土地だった、これは沼ですね 100%、 うん、あ、プキプになったんですね今。そうです、はい、これでヨトウェイのスプライトをアタックしてさらに情報1、次も沼、お、次も沼、まあ、島の可能性もありますけど、おおむね、まあ、土地、あ、土地は確定で沼だとかなり良い、はいはい、さあ、オージェクの声は先ほどバンスされてしまったので、あの相方の上記族がここはアタックできないですかね、そうですね、このターンはもうデッキリスト的に確定で殴れないと思います、はい、さあ、4マナ、ここで、多色の呪文を伝えるとプラス1カウンターが乗っていくアーティファクトクリーチャーですね。いいですね、3-3トランプル、なかなか止まりづらい2体、はい、かなりクロックも太いですね佐藤選手、 3-3 2体という形で。さあ、加藤選手またアップキープに止まってますが、まあ、どうして島でしたね、うん、まあまあまあ島でも次が沼だといいですね。ちょっとアクションが増えるターン、次は島だとアクションが増えないんで、はい、というか手札にはかなり黒いカードが、黒いカードがいっぱい入っているの で、まあ、なのでここです、長方で島だったら落とすと思います、ね、上ですね、これはもう沼でしょうあんまり悩まなかったんで、島だともっと悩んでそうなんで、はい、ここはエトラータですかね。そうですね、硬、はい、い、さあ3号もうアタックしづらいですね。ここはもうので、まずは上記族、そして伝術師によって、お、これで4、おお、おしゃれ4と上記族がさらにプラス1カウンター、ただしちょっと
エトラス3号硬いんでアタックできずにターン終了です。まあ今は力を貯めている段階ですね。さあ加藤選手引くのはおおむね沼でしょう。はい、沼でした、はい、さすがさてここはですか、ね、スプライトだけアタックや除去しますかね。手札がちょっと見えづらいですけど加藤選手も負けじとクリーチャー育てていくモードに突入しても不思議ではない、はい、ちょっとエトラータ、まあ、でかいクリーチャー1体やってもいい気はしますけどね。44のトランプルですかね。カーマーオジェクの奥のやつか、はい、太いクリーチャーがいっぱい並んだ方がかなりきついですかね。そうですね、まあ、地上の 2-2 とか 3-3 ぐらいだったら簡単に止められそうなんで共同どけてもいいですけどね。やっぱ周りも強くなる方が、まあ、ただ今のターン佐藤選手が止まったってことは手札にコンバットトリックはないっていうのはほぼ分かってるようなもんなので、うんうん、さあ加藤選手何から動いていくでしょうか。まあ、このターン2マナ11はほぼ確実に出しそうですかね。スプライトはおおむねアタックするんで、はい、2マナ11を育てながらもう1個のアクションをドルにするか今考えてる、はい、リミアの偵察手2マナ11で重宝するたびプラス1カウンターが乗っていく威迫を持っている。これが結構加藤選手遅く届いた、多分1の5とかそれぐらいに届いてて、はいはいはい、まあ、かなりシグナル。そうですね。で実際その加藤さんの上の5人4人はリミアをやってなかったと。はい、はい、リミアの偵察手出しました。さあここでエトラータが行くかどうか。行きましたね。行きました、はい。まあ、1体でかいクリーチャーどけておいて、まずは情報、まあ、ここはトップに置いて 1-1 カウンターがリミアの偵察手に乗っていきます。エトラータはこれってメイでしたっけ。いや、あのメイなわけではないですメイだと強すぎるんで、さすがにどれかっていう、はい、で、44のトランプルを追放してデッキに戻っていきました。基本的に相手のクリーチャーがいたらどれだけ弱くても強制的に帰っちゃうんですよ、ねはい、じゃないと本当に強すぎるんで、まあ、アンブロッカブルの3号ってどんだけ強いんだっていう4マナ3号アンブロッカブルってなので1回相手のクリーチャー対象にとってそいつがいなくなったら大丈夫らしいです。バウンスとか除去呪文でそいつが消えた場合は大丈夫らしいですけど、さあこのターン取れるアクションは3マナ1音を出して虫をさらに強化するか2、3を出すか。はい、ここは、まずは1、4からそうですね、スプライトの情報が今エトラダがシャッフルされたせいで消えてるんで、上にありませんでした。あった気がしますねさあこれでディミアセ、偵察中が 3-3 飛行威迫、かなり高スペックのクリーチャーになりました。次がねもう 4-4 になっちゃいますからね。 4-4 になるとちょっとブロッカーとしての性能も高すくて、さらに場にはエトラダと。佐藤選手はこのターン結構インパクトのある動きができないと厳しいですね。ただオジェク殴りますかね。オジェクとでもほぼ全般は確定だと思います。ああ、はい、全般は確定なんですけどそのプラスアルファが何かですね。さあここは赤い呪文お2体目でアタックしていきます。これ3-3 かなりいい盤面ですね。これでダブルブロックされたとしたら、まあ、飛行は道連れできるんで、はい、これで、6点ダメージですね。いやこれはまだ分かんないですね。佐藤選手次のターンもワンアクションあれば、はい、結構突破できる可能性があるので、ワンアクションあると4-4が1体になって3-3-3体殴れると。ただ加藤選手が4-4エトラータなのでちょっと厳しいですけど、もうワンアクションだけだと次のターン2アクションだと佐藤選手をもう一気に、はい、そのまま押し切れそうですけど、あこれ今上貴族からブロックショットしましたが何かスペルを唱えることを警戒したんですかね。まあどっちにしろ6点ですかね。これで12、サゴウィンのキャッチですね。はい、これ赤いスペル持ってますかね。あ持ってない、まあ、ここはそのまま通して6点と。ライフ14対12、はい、佐藤選手の盤面もかなり隙を見せたら一瞬で負けてしまうというか、ライフを10点以上、かなりいい状態ですね。本当に次のターンちゃんとスペルが2個あるか、ちょっと1個だと逆転まではいかないかなと思うので、はい、佐藤選手引いたのは先ほどエトラートのように見えましたがどうでしょうか。
エトラタなかなかやる気がないと評判なんですけど、やる気満々です。これ特殊勝利したことあります？特殊勝利されたことはあります。自分はないです。3対エトラタ本当に強すぎて殴ってたら2回ぐらいで大体勝つんですよね。そんな3回も必要としない。まあ相手一番強いクリーチャーと密連でいきますからね。そう、2回密連にしてアンブロ6点ってなかなかむちゃくちゃですから、ね、お、行きましたね。ここで情報をさらにしていきます。次の偵察中がさらに育ち 4-4 と 1-2。 さあこれで5点入って9になると 1-3-4-5-6-7-8-9。 あ、次死にますね。これ上ですね。はい、上でこのターン4点で残りが9で、エトラータと次のターン虫がもう一個大きくなるんで合計が9点と。さあ一応盤面だけでも足りてますよと。まあなので加藤選手このターンはエトラータプラスデッドウェイト死の重みなんで、相手が一番攻撃しづらい、またミラクルが起きないように。2にエンチャントつけるとしたらどのクリーチャーですか？難しいですけど一番護衛につけそうな気もしますけど、まあ、護衛だとスチームの方がいいか。2体いるので先ほど の出た時にプラス2修正されても、うん、どうですかね。まあ1、うん、まあ、ちょっと蒸気口の間とかでミラクル起きることはまあないと思うんですけど、はい、まあ、ウォジックの共同自体が今価値が低いので、まずは1マナ死の重みですかね。死の重みを五弱につけました、うん、そしてエトラータもう1体もう1回。さあ一番いい2アクション、ね、そうですね。次のターン、はい、まあ、なんといっても9点盤面でありますからね。さあ佐藤選手逆転の一手引けるでしょうか。加藤選手の場には9点分のアンブロック、ブロックできない9点分のダメージがあります。ここはエトラータが3点、虫が次のターンもう1個成長するんで5点、スプライトで1点で飛行とアンブロッカブルだけで9点ですね。スプライトと偵察衆のシナジー恐ろしいですね。この2種類は本当にもうとんでもないですよね。佐藤選手手札にはカウンター悪意ある妨害のみのように見えます。なるとここですね。これ殴ってきた場合に、まあ、まあ、そうです。まあ、このターン佐藤選手はブラフだろうが何だろうが絶対全般するんですけど、はい、あ、行きました、ね、はい、おめでとうございます。まあ、これはもうブラフでも無理だったよと、はい、第2期リミテッドシーン決定戦加藤健介選手が見事防衛を果たしました。おめでとうございます。すごいですね。